はい、ということで皆さんどうもこんにちは、シナの13です。ということでね、今いるのはこちら金沢駅です。今回はここからね、北陸新幹線に乗っていきます。こちらね、新幹線ホームにはこのようにね、柱がね何本かありますが、そこにはね全部このように金色の何かがあります。皆さんねご存知でしょうか。こちら金沢ではね金箔が有名ということでね、そういったところを象徴する、そういった意味で新幹線ホームの柱に金箔がたくさん使われています。この金箔の量本当にすごいと思いますよね。ということでね、今回はこちらの W7系に乗っていきます。さあ今回はこちら、先ほども言った通り JR ウエストレールウェイカンパニー、そちらに、ね、所属しています北陸新幹線で活躍する W7 系に乗車します。さあ発車メロディーも流れ、ドアが閉まります。さあ列車は金沢駅を出発、今回の旅の概要ですが、簡単に言いますとね、この今出発した金沢駅、ここから JR 西日本と東日本のこの北陸新幹線境界駅であります上越美代子駅を目指します。この後ね乗る列車の関係でもありますが、ひとまず JR 西日本の北陸新幹線の路線を制覇しようということで上越美代子駅まで乗ります。さあ列車はだんだん速度を上げていきました。上の方からやってきたのは愛の風富山鉄道の車両です。東京方面に向かう北陸新幹線の上り列車、これに乗っている際は金沢駅を出発した後、進行方向右手の方に、しばらくするとね金沢総合車両センターというのが見えてきます。今止まっていたのは七尾線の車両です。だいたいね手前の方にちょっと小さな建物、先ほど映ったようなものがね見えてきまして、その奥の方にね大きな車両基地があります。北陸本線で活躍している521系、そしてね今手前に少しだけ映りましたが、サンダーバード、シラサリなどで使用されている681、683系といったね車両が止まっていました。またねこの車両センターかなりでかくてね、奥の方には貨物センターみたいなのもありまして、かなりね見応えがあります。これはね鉄道ファンなら絶対に見ておいた方がいい場所です。さあ速度を上げてきまして、ね、このように新高岡の方に向かっています。天気は見事に晴れ、旅をするには申し分ないいい天気です。この金沢から新高岡の間は乗っていて柵が高いなと感じました。まもなく新高岡駅に到着です。今乗っている列車は白鷹号ということで、今乗っている列車の場合は長野まで飯山以外のね各駅に停まります。ちなみに輝き号に乗っているとね次の新高岡駅は通過してしまいます。なので白鷹号の特権といったような感じでしょうか。まあ速さだけを求める人ならね輝き号に乗るとは思いますが、のんびり旅をするのもいいことです。さあ列車は新高岡駅に到着。北陸新幹線の長野以北、金沢方面にある駅はまだ新しい駅が多いので、このようにね現代風の駅がたくさんあります。初めてこの新高岡駅に到着というか、まあ通り過ぎましたが、この駅もかなり綺麗な駅だなと感じました。さあ列車は新高岡駅を出発しましたが、この高岡駅、富山と金沢の間にありますが、一体石川と富山県どちらにあるかご存知でしょうか。これはね富山県の高岡市にある駅です。さあ奥の方にはね何やら高い道路がありますが、あちらおそらく沿岸部の方にある道路だと思われます。しかしねまだ海をね見ることはできません。でも周りには大きな川がたくさんあります。そのためね今走っている辺りが海の近くにあるということはね感じることができます。この大きなハープ橋でしょうか、こちらを渡りますと間もなく富山駅に到着です。奥の方にはあまりよく映ってはいませんが、 JR 線や愛の風富山鉄道の線路もあります。さあ列車富山駅に到着です。こちらは富山県の県庁所在地というだけもあり、かなり大きな駅になっています。列車は富山駅を出発です。周りには県庁所在地富山市ということもありまして、そこそこ大きな建物がいくつか並んでいます。これから先、
黒部宇奈月温泉糸魚川上越妙高に停まります。この北陸新幹線は3駅先上越妙高駅までが JR 西日本の区間、上越妙高から東京方面東京駅までが東日本の区間となっています。奥の方に見えるのは富山の車両基地です。さあ奥の方にね、まあ見えづらいかもしれませんが高速道路があります。あちらは北陸自動車道です。以前金沢に車で行った時もねあそこを通りましたが、途中でこの辺りに有栖海というサービスエリアがありますが、そちらからはね新幹線を見ることができます。サブチャンネルの方で、まあ、没動画とはなってしまいましたが、一度有田でそういったね過去もあります。リンクをね貼っておきますのでぜひご覧ください。さあ富山を出発してしばらくすると奥の方に見えてくるのが日本海。あまりくっきりとは見えませんが奥の方に地平線があるというのはわかると思います。先ほど一度海は見えたものの、黒部宇奈月温泉に近づくとまたね少し離れてしまって見えづらくなっています。さあ列車は富山県有数の温泉地宇奈月温泉へのアクセスであります黒部宇奈月温泉駅に到着です。近くにある富山地方鉄道の新黒部駅、そこに乗り換えていただきまして、しばらく揺られると宇奈月温泉という温泉街の駅に着きます。黒部宇奈月温泉、北陸新幹線現段階である駅では一番長い駅名となっています。さあこちら手前にかかっている川は黒部川、そして奥の方には日本海が見えます。このように見るとね、少し日本海の地平線というのはね見えづらくはなっていますが、頑張ってみれば日本海やその地平線などを見ることもできます。次に止まるのは糸魚川駅です。奥の方には風力発電所なんかもありまして、さらにその奥見えますでしょうか、大きな船なんかもありました。ここら辺がおそらく日本海が一番よく見れるスポットなのではないでしょうか。おそらくここが日本海が一番よく見れた場所だと思います。ちなみに奥の方にある少し小高いところにある道路、あちらは先ほど有栖海というサービスエリアの付近で交差した北陸道です。北陸道でいうとここら辺は朝日というインターチェンジの付近だと思います。高速道路から乗るとねこの海はよく見ることができませんでしたが、新幹線ではよく見れました。さあ糸魚川駅周辺です。ここもね日本海が本当によく見れます。先ほどね一番見れるスポットとは言いましたが、ここも確かによく見れます。海と一番近いのはここではないでしょうか。ちなみにこの糸魚川市は珍しい石、翡翠というのがね有名です。海岸なんかにねたまに落ちてたりするので僕は探しに来たことがありますが、一度も見つけたことがありません。さあ糸魚川を過ぎるとまたまた海がよく見れます。しかし糸魚川を過ぎてしばらくすると海が見れなくなります。内陸部の方にやってくると今度は山の景色が広がります。下の方に見れる線路は越後ときめき鉄道妙高羽馬ラインの線路です。狙ったわけではないのですが、ちょうど普通列車を見ることができました。さあこの辺りで間もなく上越妙高駅です。さあ列車は北陸新幹線の JR 東日本、そして JR 西日本のね所有する線路、その境界駅にあります上越妙高駅に到着です。ちなみに先ほど言った会社の境界駅、こちらの上越妙高駅ですが、運転手さんや車掌さんが変わる駅はここから2つ先長野駅となっています。ということで今回の目的地上越妙高駅に到着です。ちなみにこの上越妙高駅は新潟県にあります。
ということで今回は北陸新幹線 JR 西日本の区間をね完走してみました。いかがだったでしょうか。海なんかも見れてね本当に良かったです。ということでご視聴ありがとうございました。